まあ、いろいろとお互いこう戦術を、ね、変えてきたところで、はい、次にどうなるのか、まあ、やはりちょっと下がり気味な感じでこのままいくのか。さあ、さすがにやっぱり龍側は変幻剤で動かないと誰しも崩すことが難しいというところだと思います。はい、だんだん星さんもそのそうですね、ペースを戻してくるんですね、はい、強気に大パンチを振っていいですね、はい、ファイヤーも強気ですね。田原さんは波動拳を強気に打っているように見えて、実はよく相手を見てますね、はい、立ち台パンチに大足狙っていってますね、はい、竜巻も狙っていると思います。はい、ジャシャド、うわ、前ラッシュ、前捨て、おお、前ラッシュした。何か技を入れてたような気がしますが、さあ勝利ですね。ダイビングを打ってしまった。これでこれがミスになるのか。中断、中断ボス、これはガードしてる。うわ、灼熱は見えたが、打っていったジャンプ台パンチ、これ強気で打ちましたね。打ちましたね、はい、2択勝ちました。昇竜出されてたら負けてる。さあ、前歩き前歩き、怖い怖い。それに近づいて画面足、ダイボス、ダイボス、しゃがみ中盤、うん、これは持ちダルシュも美味しい展開か。しかし画面足、昇竜買ってくる。どうもワード対応でとりあえず端から出す。さあ、上から若干タイプリーバーがシャークレット当たってさらに詰める、飛びを取って投げグラップ、うわー、どっと前に歩いてたのに助かりました。はい、マシャパイチ、カタストロフ発動、もう竜巻で逃げて、さあ残り時間が30秒切る。ゲージ量ではほぼ五分だが、梅原は鉄とおっと攻めに見せていくか。シャクレス当たる、残り10秒切るぞ。足を追い詰めたら持ち逃げじゃん、ガード通りで突っ込んでった。うわー、これは当てた。壊しフレームからリベルド、それは抜けず